さあ両校この間におきまして、作戦タイムとなるハーフタイムをそれぞれ過ごしておりました。体力の回復、そしてそれぞれの対策を講じたといったところでしょう。非常に楽しみな後半戦をこれから迎えたいと思います。先ほどご紹介できなかった富山大学のスターティングラインナップ、改めてご紹介させていただきます。オフェンスセンター77番大見2回生、ライトガード79番小瀬子4回生、レフトガード59番中井光太3回生、ライトタックル66番桶谷4回生、チームキャプテンです。ライトタックル52番加藤一郎4回生、タイトエンドは84番町田が務めます3回生、ワイドシーバー81番竹中大輝3回生、20番坂上圭介3回生、バックス陣フルバック8番根本2回生、テイクバック39番竹見2回生、そしてクォーターバックはチームの大黒柱12番森瀬です3回生、キッカーはランニングバックの39番竹見が兼任して務めます。ディフェンスにおいてはディフェンスライン番52番加藤一郎4回生、58番柴崎恵が2回生、77番大見春樹2回生、そして2列目ラインバッカー陣は86番町田3回生、81番竹中3回生、51番赤羽健吾2回生、8番根本玲一2回生、最高列ディフェンシブバックは38番根岸3回生、13番畑3回生、24番吉永3回生、最高列34番は福島県の2回生です。パンターは後半も伊者さんの実況をお楽しみください。伊者さんよろしくお願いいたします。両チームフィールドに戻りまして、これより後半戦再開の時を迎えます。後半戦は大阪教育大学キックオフで試合再開となります。大阪教育大学キックオフを進めますのは17番のプレイヤーです。さあ、テーマ台、イターに入った。右サイドゲームを攻めまして自陣20ヤード付近を確保しております。この位置から富山大学の攻撃となります。さあ後半は富山大学の攻撃から入ります。富山大学作戦タイム、ハーフタイムで果たしてどのような策を講じたでしょうか、注目しましょう。富山大学自陣21ヤードからファーストダウンテイ。パス成功、ファーストまずパスプレーから入りました。クォーターバック12番81番にパスを通しました。攻撃権更新です。富山大学1回で攻撃権更新、ファーストー見事そのパスキャッチをしましたのは富山大学81番竹中、サッカー部出身の3回生です。金沢西高校出身。富山大学ファーストダウンテ、ボールオン自陣39ヤード。再びパス成功、ファーストダウン。2連続でパスを成功させました。今度は84番キャッチしまして、タックル受けながら攻撃権更新、富山大学ファーストダウン獲得となっています。今度はキャッチしましたのは84番の町田でした。こちらはバスケ部出身の 水口東高校出身3回生です。無資格レシーバーのダンフィールドの指示77番、しかしテレビスポットから5ヤード下がって77番。しかしここでオフェンスに反則がありました。無資格補給者のダウンフィールドの侵入です。パスダウンをやり直します。アメリカンフットボールはパスコースに出れる選手に制限があります。この資格がない選手がパスコースに出ました。従いまして反則となり、先ほどのプレー無効となりました。5ヤード抜退し、ファーストダウンやり直しとなります。
さあ下がりましたが攻撃権更新を図る富山大学、ボールオン自陣34ヤードからファーストダウン15。今度は中央へのプレー、2周点をすり抜けるようにランニングバック、中央突破図り、キャリア24番約4ヤード取り返しています。キャリア24番は吉永です。朝日野高校出身3回生、高校時代はラグビー部のプレーヤーです。富山大学セカンダウンイレブン、ボールオン自陣38ヤード、成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック10番右ロールアウトから奥に走り込んだレシーバーへのパス、しかしこれを大阪教育大学見事にパスカットしまして、パス成功に変えています。富山大学サーダンイレブン、展開しました。ブロッカーを使えて短いパスを取って走らせるスクリーンプレーを展開し、状況打開を図りましたが、しかしこれは大阪教育大見事に対応しフォースダウンに変えます。富山大学フォースダウンイレブン、パントフォーメーションを取ります。パンターは66番桶谷が務めます。さあ大阪教育大リターンに入る、リターナープレッシャーを振り切って中央突破を図り、大阪教育大学陣35ヤード付近からの攻撃に変わります。カバーは乱れましたが、富山大なんとかこれを仕留めまして、この位置での攻守交代となっています。さあしかし現在審判団協議をしております。パーソナルファールラフィンドパンター、大阪教育大学ハスミから15ヤードを進んで富山大学ファー。ここでディフェンス側大阪教育大学にラフィンドパンターの反則がありました。キックを蹴った選手に対するヒット行為です。これは危険な行為のため重大な反則として扱われます。ペナルティー15ヤード、従いまして攻撃権は自動的に更新となり、富山大学攻撃権更新です。富山大学ファースター、アメリカンフットボールはそのヒットの激しさを象徴する非常に格闘性の強い競技でありますが、しかし安全性も反則という形で考慮されております。不必要な不行為はそれ自体がチームにとって不利益になる、そのようなルールで行使されているのがアメリカンフットボールです。さあこれより富山大学は自陣45ヤードに上がりましたよ。ファーストダウンテン、クォーターバック12番オプションプレーを展開、相手ディフェンスを見ましてキープ完行しようとしましたが、足元芝に足を取られましてスリップ、ノーゲインでセカンドダウンに変わります。富山大学セカンドダウンテン、
これ富山大学はレシーバーを固めた位置に向けてランニングバックをフレアパスを通しキャッチアンドランを図りました。ブロッカーを行きし右オープンを展開を図るというプレーです。2ヤードほどゲインしましてスターダウンに変わります。これは大阪教育大学の見事に対応しました。富山大学サーダウン8。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。フォースターズ富山大学81番これらと合体してサードを出します。オフェンスの反則です。イリーガルモーションの反則です。オフェンスは1人だけ横ないし後方に動かしながらプレーをすることができます。これをモーションと言います。しかし先ほどのモーションが不正な動きになったために反則となり5ヤード抜体となります。従いまして富山大学サーダウン13で試合再開です。パス不成功。クォーターバック12番ここでパスプレーにより攻撃打開を図り、この状況打開を図りました。しかしターゲット28番は大阪教育大学ディフェンス見事にカバーしておりました。フォースターブレイク、ここでウォーターブレイクが入ります。本日は非常に気温高くなりつつあります。日差しも非常に厳しくなっております。観客の皆様、ぜひ熱中症対策として十分な水分補給をお願い申し上げます。現在試合は第3クォーター、残り時間4分45秒となっております。現在試合はウォーターブレイクとなっています。さあそのウォーターブレイクとけまして試合再開となります。富山大学フォースダウン13、パントフォーメーションを取りました。さあ大阪教育大リターンに入る、カバーを外しながらリターンが自陣40ヤード付近を確保し、この位置から大阪教育大学の攻撃に変わります。富山大学なんとか後半同点に追いつかんと攻め上がっておりましたが、この攻撃は実らずパントに終わりました。さあ攻撃権を取り返す形になりました。大阪教育大学の後半の攻撃に入ります。大阪教育大学自陣39ヤードからファーストダウン10。ここでプレイアクションパスを投じました。中央切り込んだ46番のパス、しかしボールがわずかに逆リードとなりパス不成功となっています。ダウンインチゲーター、誤っておりましたが大阪教育大学セカンドダウンとなります。大阪教育大学セカンドダウン10。キャリア6番、しかしこれは富山大84番タックルし、ゲインは4ヤードに止まっております。キャリア6番は宇津木、天王寺高校出身、タックルしました富山大84番は町田、水口東高校出身3回生。
大阪教育大学サーダンシックス。ファースト大阪教育大学、ここはパスプレーで突破を図りましたが、ディフェンスカバーよくクォーターバックスクラム、この判断よく攻撃権更新としました。大阪教育大学ファースト、見事な判断で攻撃権更新しましたが、大阪教育大学11番の熊谷、岡崎東高校出身2回生です。失礼しました、岡崎北高校出身です。大阪教育大学相手陣46ヤードに入りましてのファーストアンテ、サードのランス判定どうだ。これはしかし大阪教育大学を抑えました。しかしここでイエローフラッグが投じられています。ここでディフェンスに反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤード割ったり、従いまして大阪教育大5ヤード前進し、ファーストダウンやり直しです。トラブルありましたが、しかしこの反則になりまして先ほどのプレー帳消しとなりました。大阪教育大学ファーストダウン5。中央ジャンプ、キャリア6番、一旦詰まりましたが、左にカットを切りまして、約4ヤードのゲインに変えています。キャリア6番は宇津木、天王寺高校出身。大阪教育大学、セカンドダウン残り1ヤード。成功。ここでこの1ヤードをパスによりタッチダウンを狙うプレーとしました。しかしこれは富山大学見事にカバーしておりまして、パス不成功、サードダウンに変わります。さあボールオンは相手陣37ヤード、大阪教育大学サードダウン残り1ヤード。中央行った、判定どうか。さあ審判団はどうジャッジするか。攻撃権更新になっておりません。フォースダウンに変わります。ここは止まらないディフェンス踏ん張ります。大阪教育大学フォースダウンインチ、パンクフォーメーションを取りました。攻撃権更新、大阪教育大ファースト。ここでこのパットフォーメーションをフェイクし、手前にいたブロッカー23番にダイレクトスタート取りました。23番そこからランを敢行し、攻撃権更新、大阪教育大学ファースト。見事このトリックを出した23番は波でした。関西学院大学出身、関西学院大学高等部出身です。
さあ攻撃権更新したサッカー協会ファーストアンテン、さあここでハンドオフオプションし、クォーターバック自らキープ判断しましたが、ここで足を滑らせずに結果的にゲインなくセカンドダウンに変わります。アメリカンフットボールは倒れた時点までが攻撃1回となります。膝をついた時点がそのプレー終了の合図です。第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、富山大学ファイアブルーズ0点、大阪教育大学ドラゴンズ7点、その差ワンタッチアンの差で最終クォーター第4クォーターに移ります。